どうも皆さんこんにちは。いや本当に、あっという間にもう15日中旬もね、もうあれもう10月11月もうすぐです。2ヶ月半、いや早いです。頑張っていきましょう。まあしかし最近の大きな出来事、いや、まあ、イスラエル紛争ですね、パレスチナハマスね、本当に、大変なことが起きました。で今日のニュースですとね、北のガザ地区の北半分、あそこ、もう抑えるからってもう出てけという感じでしたね。あれちょっときついですね。あの紛争があるたびですね、あそこはだん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 パレスチナが小さくなっていくんですね。最初戦後ね、あの国連決議で半分半分にしろなんて勝手なこと決められてですね、あれも変な話なんですね。人の国に来てここは俺の国だって半分半分、これはね、国連が仕込んだというのに、連合国ね、アメリカですよ、あれが仕組んでですね、いきなり国連決議ですよ、おかしいですね。で半分半分で見たらもう、ね、独立宣言ですよ。まあひどいですね。そしたらもう中東怒りましたよ。第一次戦争、第二、第三、第四次中東戦争、みんな負けちゃうじゃないですか。そのためにですね、負ければ領土問われるんですね。今ね 10% か 20% の土地になっちゃいましたね。変な話なんだこれ。だから怒るのも分かります。パレスチナ人がね怒るの、周りの人たちのアラブ人たち見かってますけれどね、戦えば戦うほど負けてしまうんですね。いやー今回もねそんな感じに見えてきましたけど、今回はでもね、周りもね怒り狂ってますからね、いやー本当に心配ですですからね。これ反省しなければいけないので、ね、国連ですよ。まず国連が勝手にですね、あれを理事会にかけたっていう、これもおかしい話なんですよ。人の国のことをですね国連が関与するっていうのはおかしいんです。ですから皆さんですね、国連の在り方も考えなきゃいけない。まあグテーレスもですね、国連のグテーレスね、まあ、最高のね、国連、事務局長ね、グテーレスね、彼もね、言ってましたよ。ハマスチャートへやりすぎだと。しかし気持ちはわかると、正当な理由はわかるんだけどちょっと言っちゃってたね。これは本当にあれなんですね、正当な気持ちがわかるって一言言ってましたけど、いやちょっとね、国連の反省もしなきゃいけない。しかしまたあのユダヤの人たちもですね、ユダヤ人の中にも、いやユダヤもちょっとねという人も、疑問を持つ人もいます、ユダヤ人の中にも。しかしまあ本当にこれ根が深い、これがね解決するのはね、これ本当に至難の業です。一時的な停戦があったとしてもずっと続きますこれは、ね、ですから皆さんもこのユダヤね、どういうことであったか、イスラエルという国がどういったことであったかをですね、やっぱりきちっと検証する必要があるけども、なかなか難しいです。ぜひ皆さんこういったイスラエルの動き、国際社会の動きというものを、歴史的にも思想的にも考えていかなければいけない。ぜひ勉強してみてください。ありがとうございました。失礼いたします。